こんにちは、着付け講師の素直です。草履を一瞬でイメチェンできるアクセサリー、草履ピアス、ご愛用くださっている皆様ありがとうございます。草履ピアスのデザインが増えたので先日映像を撮りました。今回は撮影した時のメイキング映像をお届けします。モデルさんには全然違う3パターンの着付けをさせていただきました。すべて素直の私物です。1着目がこちら、芯のある女性をイメージしたコーディネート、笹柄の紬にワインの刺繍半襟、帯締め帯揚げはターコイズブルーにしました。帯は漆です。ブラウン管テレビが登場した時代に作られたテレビ柄の名古屋帯です。銀座結びにして帯の赤に合わせて、草履ピアスも赤で統一。ワインを飲む大人のアンニュイな女性をイメージして、素敵なモデルさんを前にしてイメージがもう膨らむのなんのって、その場にいた全員がうっとりため息をついたぐらい素敵でした。次のコーディネートはガラッと変わって、王道に訪問着に山口美術織物さんの袋帯、モデルさんの髪型もチェンジです。ヘアスタイルも見どころ、洗練された夜会巻きにしていただきました。さりげない刺繍の半襟を合わせて、帯揚げ帯締めはうぐいす色と薄卵色のセットアップにしました。二重太鼓で格調高く、バッグはクラッチ銀を合わせることでラグジュアリーなコーディネートになりました。カフェ草履銀堂にクリスタルの草履ピアスをつけています。溶けるようなきらめきが特徴です。素直のオリジナル商品にはコンセプトがあります。それはタンスの着物を循環させること、私の人生の目標です。着ずにしまったママの着物、興味はあるけどいろんなハードルが高くて着られない、そんなあなたの背中を押して誰もが気軽に着物を着られる世の中にすることが目標です。タンスに眠ってる着物をみんなで活用したいんです。そんな思いからタンスの着物と帯とを組み合わせてワクワクしながらコーディネートした3着目がこちら。テーマはデートです。大人可愛く編み込みのヘアスタイルにしてもらって、薄ピンクの白大島を着ていただきました。半襟はレースです。紡ぎ地に刺繍の入った名古屋帯、淡藤色の帯揚げ帯締めを合わせています。デートの日って何かと荷物が多くなると思うので、たくさん入るサフランマックが大活躍。足元はもちろんカフェ草履白うさぎです。いっぱい歩いてもへっちゃら、雨が降っても弾いちゃう優秀アイテムです。白うさぎに草履ピアスのお花をつけてもらいました。カフェ草履白うさぎと銀狼も再入荷しましたので、よかったら合わせてチェックしてくださいね。これから半年間公開する動画のすべてのエンディングに今回作った CM が流れます。出来上がった CM をご覧ください。